皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今日はですね3月27日月曜日ということで、まあ、今週最初の取引なんですが、まあ、月曜日はねもう今月ラストと、まあ、今月、まあ、金曜日が、ちょうど31日で、来月、まあ、4月に入ると、で4月1、2が、土日なので、まあ、4月3日が月曜日になるというスケジュールになっていますが、まあ、一応まあ3月の大きなイベント、為替ですね、まあ、試合のイベントとかは終わったので、まあ、この1ヶ月をね、まあ、まだ終わってないんでまとめるほどではないですが、まあ、3月はやや円高がね、強い。そして、その、チャートだけじゃなくて、ファンダメンタル的にも円高に進むような、1ヶ月となりました。で、今も、為替がですね、131とかにね、1.2 とかまで上げたんですが、まあ、大きくね、落ちると。まあ、これ5分足で見てる方はわかると思いますが、かなり、基本的な、上髭陰線、ダブルトップ、トリプルトップが出て、まあ、ここでもね、ちょっと分かりづらいですけど、揃ってますけどね、落ちてるということで、やっぱり、まあ、戻り売りというかね、上げて、ショートで入りたい勢いが強いんじゃないかと。まあ、自分もそうですね、だからロングでは入らず、まあ、明らかに上げそうだなっていうチャートでも、ロングは見逃して、まあ、売りシグナル、まあ、抵抗線だったり、まあ、上髭陰線、ダブルトップみたいなね、ところとかを狙ってショートで入っているという状況で、ショートだったら、まあ、最悪ちょっとタイミング逃してね、まあ、損切りしてもいいですし、ちょっと、持ち続ければ助かるかなと思いますが、ロング高い位置で持つ分にはちょっと嫌だなっていう印象が自分はあります。で、ニューヨークダウはですね、まあ、これ金曜日のものですけど、まあ、プラス132。で、月曜日今日の日経平均がプラス91ということで、まあその、大きく上げたってことでもないんですけど、一応このね、27,500 手前で揉み合っていた、短期線、そして長期線のところを下にですね、まあ今中期線に向かっているということですよね。まあ下髭の陰線のような形になっていますが、まあただ、まあ日経プラス91、で、マザーズも、まあ、マイナス3なので、まあ、0.4% 下げということで、まあ、実質ね、まあ、0.4%、まあ、1% 未満の下げでマイナス3なんで、数字で言えば、まあ、マザーズはほぼ横ばい、まあ、日経ややプラスかなっていう数字には見れるんですが、まあ、実際こう注目銘柄とかね、まあ、最近動いている、まあ、自分が紹介しているところはその値動きが激しいマザーズがまあメインになっているんですが、まあ、マイナスが目立ったし、さらに下げ幅もでかかったという印象の方が多いんじゃないかと思います。まあ自分もですね、チェックしているところ、まあ自分が保有しているところ、まあ見てるだけのところを含めても、マイナス引けのところが今日は目立ちました。まあ割合でいくと75から 80% ぐらいマイナス引けの印象があります。で、なおかつ、10% 以上の下げ、まだ下げ幅がでかいところですよね。もう結構目立ちました。で、なんかその悪材料が出たとかですね、まあ先ほど今言ったように、この日経とかマザーズのチャートが大きく崩れたっていうわけじゃないのに、結構下げたなっていう印象の月曜日になりました。で、今日はですね、まあ注目銘柄の、注目銘柄、まあ最近紹介してる銘柄ですね、を、まあ見ていくんですが、まあ、今日に関しては比較的その IR ですかね、材料紹介が多い一日になるかと思います。で、今日見ていくのは、ナノキャリア、東京通信ですね、のこの2社の IR を見ていこうと。まあ、どちらも、まあ、いい内容ですね。なので、PTS が上げている、まあ、好材料の、2銘柄を見ていきたいと思います。で、今 PTS がですね、もう2、3分してから、見ていきたいので、先にですね、ちょっと違う銘柄見ていくと、まず、東芝、マイナス33、0.75% 下げ。まあ、その TOB のね、まあ、材料というかニュースがありましたが、マイナス引けと。で、チャートはまずはセルシードから見ていきたいと思います。はい。で、セルシード、マイナス150、マイナス 15% 下げのストップ安と。で、寄り付き、まあ、プラ
転せずですかね、ちょうど終値の1円下で始まりはもうちょっと低いですね。高値1円下までしか上げれず、そこからストップ安ということで、悪材料のね、IR が出てるわけじゃないようなんですが、まあ、これだけ急騰してね、いきなり下げてくるかと。まあ、ただ、この時のね、大陰線がありますけど、みたいに、一応まだ短期線をね、割り込んだわけではないということで、まあ、チャートが完全に崩れたわけではないんですが、まあ、この上昇の中の押し目としては、押し目だとすればね、アースインフィニティとかも、この窓を閉めながら上昇を続けているっていうのがありましたので、まあ、まず、もし明日ね、大きく下げるようであれば、この、まあ、700上ぐらいですかね、の窓が一つ、まあ、ポイントになるかとも思いますし、セルシードと、ちょっとキャンバスがね、そのバイオ銘柄っていうところとか、似ている部分があるかなって言っていたんで、まあ、そういう面でいくと、キャンバスも初動でね、上げ始めて、まあ、最後3000まで行きましたけど、まず1000まで行った時に、まあ、500ぐらいまで下げたんですよね。キャンバスのチャート見ると。なので、まあ、そこからまた3000まで、まあ、一気にっていうわけじゃないですけど、ね、こう上下ありましたけど、上がっていったっていうのもあるので、まあ、そういったパターン、まあ、だから、アースインフィニティのパターンだと、この窓閉めて上昇。で、前回の、このセルシードのパターンだと、大陰線の後に普通に陽線つけて、この短期線に沿って上がっていくとかね。キャンバスみたいなパターンだと、まあ、500ぐらいまで下げて、そこから上げていくということが考えられるかと思うんですが、まあ、PTS はですね、マイナス46ということで、まあ、5% 下げとなってます。で、まあ、ただセルシード、こう、注目とかね、上昇っていう面で大きく上げてたのかなっていうところからすると、今日は、注目のね、カバーの会社が上場初日ということで、まあ、そっちで、結構出来高とかね、行ったのかなと思います。これ VTuber とかね、多分そういう感じだと思いますね、カバー。だ結構、上場前から、まあ、PTS の中、PTS じゃないです、IPO ですね。IPO の中では、注目が集まってるんじゃないかなと感じますね。結構名前見ることが多かったんで。で、まあ、その分、カバー上場で、エニーカラーもね、最近上げてるんじゃないかみたいなのもありましたけど、まあ、エニーカラーは逆に、今日大きく下げてですね、まあ、マイナス230、終わりにはマイナス230なんですが、落ちたとこだと500以上ですかね、下げてる時もありました。で、まあ、そのカバー見ていきたいと思いますけど、はい。で、まあ、終わりね、引けですね、は1400になっていると。で、高いところは、2000まで上げていてですね。まあ、これ、寄り付きが5番まで寄り付かず、で、寄り付いてすぐ売られて、まあ、窓開い、もう難しいですね。5分足で、見て、窓開いて、得売りが来たんですかね。そのずっと板を見てたわけじゃないんですけど、そこからまあ1400ということで、まあ、IPO はね、よっぽど、まあ、自信があるじゃないですけど、ちょっとギャンブル性を考慮しないと、チャートがないので、どこを抵抗線にするとかがないんですよね。だから、いつ特買、特売りが来るかとかわかんないので、高値掴みとかしたら非常に怖いなっていう印象がありますが、まあ、カバー、まあ、高いところ2000で、上髭の陰線、まあ、上髭の大陰線みたいな形でね、まあ、出来高はかなり、伴っているので、やっぱり注目の高さというかね、があるなという感じですが、カバー、まあ、上場初日ということで、まあ、明日以降激しく動くようだったら見ていきたいなと、思います。で、まあ、PTS 始まったので、まず東京通信から見ていきたいと思います。はい。で、東京通信、ザラバはですね、マイナス193、6% 下げ。まあ、ただ、これに関しては、昨日も言ったように、まあ、陰線が出たからっていうよりも、もともとね、下げの流れで、資金調達、チャート含めてね、下げの流れで、まあ、好材料出て、ちょっと反発した形だと自分は思っていますので、まあ、そういった面では、今日というか、全体的には、まあ、下の方向性が強いんじゃないかなと思っています。で、ただ材料が出て PTS 上げているんですが、さっき見たとき、
PTS を見始めの時は2950まで上げてたんですけど、気づけばもうプラス4ということで、ほぼほぼ変わらない。まあ、出来高全然ないですけどね。800しかないですけど、ところまで、落ちてきているので、最初の時はプラス200ぐらいなんで、東京通信、IR で PTS、爆上げというかね、結構上げてるっていう風に言おうかなと思ったんですけど、まあ、これぐらいの状況だったらその爆上げっていう表現はちょっとおかしいかなっていうところまで、落ちてきています。で、まあ、早速、材料ですね、見ていきたいと思うんですが、はい。で、東京通信、このチャット GPT ですかね、の活用における当社方針に関するお知らせというものが出ていて、まあ、これをですね、結構期待というか、で、買った人が多かったのかなと思うので、なので、まあ、これが出た、まあ、この機能というかね、これに関する、IR が出たことで、すぐに大きな買いが入ったのかもしれないんですが、まあ、実際読んでいくと、まあ、そんなにね、その新規サプライズ IR っていうほどでもなくて、まあ、すぐにね、この業績に伴うようなものではなかったので、結局、自利品になっているっていう PTS の動きかなというふうに自分は読んでいます。で、次ですね、材料が出ているのが、ナノキャリアがあります。はい。で、ナノキャリア、ENT103 製造販売承認取得についてのお知らせということで、耳の薬なのかな？もうナノキャリアはですね、だいぶ久々。まあ、見てたのは、よくね、動画で言ってる GNI というね、バイオ関係のところが自分は一番、まあ、長くトレードしていた。まあ、ただ10年以上前ですけど、ところなんですが、まあ、その時期、もうちょっと前ですかね、にやっぱりメディネットナノキャリアが大きく上げた時、今より、もうはるか10年以上前に、でかい、時があったんですよね。そのバイオ全般が上がった時が。で、まあ、その時だったら、その製造販売とか作ってる薬とかちょっと調べてたと思うんですが、正直今はナノキャリアだいぶ久々でですね、この薬作ってたんだっていう感じなんですけど、まあ、ただ製造販売承認ということで、まあ、普通にどう考えてもプラスの材料ですよね。で、PTS 見ていきたいと思います。はい。で、ナノキャリアプラス13と。で、冒頭言ったんですけど、今日結構地合いが悪いと。まあ、数字じゃなくて、その日経平均の数字じゃなくて全般下げてるっていう意味で、あんまり今日良くないって言ってたんですが、ナノキャリア、なんか、情報漏れてんのかいみたいなぐらい綺麗に上がってるんですけど、まあ、わかんないです。最近、ナノキャリアの動きを見てる人しかわからないんで、この、もともとね、他の IR で上げていて、そこね、硬いのか、例えばもうそろそろ出るような時期というかね、その承認が何ヶ月経ったんで、そろそろじゃないかっていう時期で、買いが先行していたのかっていうのはちょっとわからないですが、まあ、かなりこう、上向いてるね、状態で、出ました。で、プラス35、14% 上げということで、まあ、PTS 大きく上げています。14% 上げですね。まあ、自分も、最後1年ちょっと前ですかね。この、大きく落ちた時かな。一回リバウンド狙いでどっか入った気がしますけどね。200ぐらいで。まあそっからあんまりにも動きないので、ほぼプラマイゼロで売ってしまって、まあ1年持ってれば280ぐらいだったんで、まあただ、もうこの値動きとちょっとね、なんとも言えないですよね。これだけ時間空いちゃうとね、IR 待ちでやっぱカウントダウンね、この時期に出るかっていうのがあれば、その時期勝負するっていうのがバイオの魅力かなっていうところもあるので、やっぱりある程度ね、一つのこのバイオだと銘柄に絞って承認申請最後、6ヶ月前に出して平均的に6ヶ月後、7ヶ月後に結果出るからそこ貼っとこうぐらいの感じじゃないと、結構拘束されてしまうかな。で、プラス、地合いが悪かったりしたらね、引っ張られてしまったりとかね、あるので、それは怖いかなっていう感じですね。で、ちょっとナノキャリアのチャート見ながら、いくつか、読み上げていきたいんですが、
キャンバス、5% 下げのマイナス74,378と。で、マイクロ波価格も1705マイナス34と。で、シーズ面、マイナス 13%、マイナス150ということで、結構チャート的にもね、上髭陰線、まあ、右肩上がりなんですが、1250かなり重いかなっていうチャートになってきましたね、シーズ面。で、まあ、近江犬種は最後チャートを見ていこうかなと思うんで、アースインフィニティ 7% 下げの、マイナス124。ただ下げたところはですね、下げた時はマイナス250ぐらいですかね、下げていたんですが、まあ、下髭で戻していて、アースインフィニティですね。で、それがちょうど前回、まあ、揉み合ったとかね、下髭もある1500のラインなんで、まあ、1500耐えれれば、まだこう上昇だし、1500割れてですね、短期線割り込んでくると、一回押し目になってくるのかなっていうふうにはチャートからは見えます。で、まあ、グミ、自分が注目しているね、グミ、マイナス26、3% 下げということで、まあ、最後、近江犬種を見て今日は終わりにしたいと思います。はい。で、近江犬種を最後にした、理由としてはですね、まあ、チャートが、ここのね、450、粘れるかっていうとこだったんで、今日どうかなって見てみると、まあちょっと割り込んでしまってるんですよね、上髭陰線で。なので、これ明日、がっつりね、下450、下髭で固めて、上に上がっていってくれないと、ちょっと、これ短期線も上から来てて、上髭の陰線なんで、このままちょっとずつだとしてもね、ずるずる行くと、せっかく次上がれた時に450が上の抵抗線になってしまうかなっていうことで、まあ、ただ実際もうそこを抜けてしまったことは抜けてしまいました。なので明日、よっぽどね、こう大陽線とかでね、切り返せばまた見栄えが違うというかね、切り返せるかもしれませんが、このずるずるこうちっちゃいマイナス10とかでもね、ずるずる下げていってしまうと、どっかで反発した時にちょっと450が厄介なラインになってくるかなと。思います。で、今回はですね、以上になります。で、よかったら、下の概要欄から自分がやっているツイッターのリンク、ツイッターですね、フォローしていただいて、で、こちらのチャンネル、よかったらチャンネル登録してですね、で、概要欄のところに、口座開設のリンクありますので、よかったら、チェックしてみてください。で、今回は以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。